どうも。はい、こんにちは。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。先だってはくれてありがとうございました。ありがとうございました。それにしても、ここは畑？はい。前あったでしょ？前からありますけれども、緑はちょっと体調不良なので、何も見ませんでしたけどね。あ、じゃあ体調不良って復活されたんですか？はい、そうです。私、出しませんよ。これ、チンゲンサ。チンゲンサ。はい。美味しいですね。美味しいです。これ、娘をね、揚げたら入れてくれるんですよ。しかし、本当に美味しいです。そうですか。見て、見てくれだって。え？見てくれだって。いえいえ、見た目だけではありません。手術した足のリハビリにと、近所のスポーツクラブに通い始めたおばあちゃん。なんと今では、こんな激しいトレーニングができるまでに回復。もうリハビリどころではありません。そうですか。どうぞ。外観も気に入られてますか？はい、気に入ってます。お店の影がな、綺麗ですよ。ただですね、はい、お邪魔してもいいですか？はい、どうぞ。きれいですね、もみじが。もみじな、こうやってな、うん、家が完成したのは夏の初め。おばあちゃんが散歩できるようにと整理した庭の木々はまだ青々としていました。それから季節は巡り、もみじも真っ赤に色づきました。置いて好きな人は俺なんです。ああ、そうですか。そんなお気に入りの庭に設けた水場で取ってきた野菜の泥を落とすおばあちゃん。そこにやってきたのは離れて暮らす娘や孫たち。車2台が入る車庫ができたおかげで大勢で遊びに来られるようになりました。こんなことは自分を持って隣に来られたりしました。はい、これもなんですか？あ、本当ですか。今年の夏はバーベキューや水遊びで大にぎわい。いつも見に行くところは、おばあちゃんの元気の源です。この時ちょっと緊張してるみたいなではあるんですけど、さすが委員長はもう近くに歌えますな。匠が選ぶビフォーアフター大賞2013、いよいよビフォーアフター大賞の発表です。この賞は今年手掛けた17件の物件から総合的に見て最も素晴らしかったと、匠が認めたリフォーム作品に贈られます。匠が選ぶビフォーアフター大賞2013、ビフォーアフター大賞に選ばれたのはこちらの作品です。匠が選ぶビフォーアフター大賞2013、18人の匠が厳しいプロの目で選んだビフォーアフター大賞は、それは匠の技に磨かれた日本の美しいビルドインコンロ、インデリシア誕生、漏れなく迎える。浜田電機テックランドニュー富士岡店別宅オープン。山田電機、山田に急げ。長谷川渉が手掛けた鴨谷家。
山際部の先生ありがとうございます。だんじり祭り終わりましたけど、はい、浜谷家にもう一つお祭りを、はい、